モーリス・メーテル・リンク。モーリス・メーテル・リンクは、ベルギー象徴主義の詩人、劇作家、随筆家。正式名は、メーテル・リンク伯爵、モーリス・ポリドール・マリー・ベルナール。日本では、メーテル・リンクとカタカナ転写されることが多いが、本人の母語である、フランス語では、メテル・ランク。ベルギーではまた、マテル・ランク。もう一つの母国語である、フラマン語では、マータ・リンク。 マーテルリンクに近い発音となる。メーテルリンクはフラマン語で軽量詞、測量詞を意味する。ベルギーのヘントでフランス語を話す裕福なフラマン人カトリック教徒の家庭に生まれた法律を学ぶ間に詩や短編小説を表したが、その後それらを処分してしまったため、今日ではその短編が伝わるだけとなっている。ヘント大学法学部を卒業後、 グレゴアール・ルロワと共に突伏し、パリで7ヶ月、1885年10月から1886年4月を過ごした。その滞在中に、ビリエド・リラダニアといった、当時流行していた、象徴主義運動の活動家たちと知り合う。この時に、詩人さんイコール・ポルイコール・ルーから、ヘントの王子様、ル・プリンス・デ・ゲントというニックネームを付けられた。晩年の回想録。 青いシャボン玉幸福な回想録、ブール・ブラース、スーベネ・アーズ・ルーによれば、1885年に、ユイスマンスの、坂島を読んでおり、とりわけ、ビリエド・リラダンとの出会いが、後の作家人生を決定づけた。1886年になると、七子星、メーテル・リンクも設立者の一人や、といった文芸雑誌に詩を発表するようになり、1889年に、諸女集。 本質、セア・ショードを出版し、分断デビューを果たした。この詩集は33編の詩で構成され、そのうちの7編は、当時はまだ新しい、自由詩で書かれたものである。出版以前に、文芸雑誌に発表した作品を寄せ集めただけでは、なく、実際に、詩集の出版の際に採用されなかった作品もある。新たに書いた作品も収められており、自由詩で書かれた作品は、 執筆期間の比較的後期に書かれた。同年に最初の儀曲、マレーヌビメ、LAA、プロンセスモリーンを発表し、翌1890年8月24日付のフィガロ紙、ルフィグローの紙面上で文芸評論家オクターブ・ミルボーの評価を得て有名なる。続いて宿命論と神秘主義に基づいた侵入者、エル・イントリュース、三人のもういた娘たち、レア・ウェッゲルズ。 ペレルアスとメリザンドといった一元の象徴主義的作品を書き表した。しかし最も大きな成功作は1907年に発表した青い鳥、エル、オイセアウブルーだった。1911年にノーベル文学賞を受賞した。作品の主題は死と生命の意味だった。1895年から1918年まで歌手のジョルジェット・ルブラン。 アルセーヌルパンの生みの親である作家モウリスルブランの妹と関係を持っていた。1919年にルネダウンと結婚し、共にアメリカ合衆国に渡った。1920年にはレオポルト勲章を受賞した。1926年に白アリの生活 LA by the ターマイツを発表したが、同作は 南アフリカの詩人及び科学者の友人今レースの作品ザ・ソウル・オブ・ザ・ホワイトアントの盗作だと批判された。1930年にフランスのニースで城を買い取り、これにオレラモンドと命名した自作キャンズ・ション・サンズに由来。1932年にはベルギー国王アルベール一世によって白尺位が除尺されメーテル・リンク白となった。 母国滞在中に欧州で第二次世界大戦が勃発すると彼はナチスドイツのベルギーフランス両国に対する侵攻を避けリスボンへ逃れさらにリスボンからギリシャ戦績の可客船でアメリカに渡彼はタイムズが見に私は自作の二曲スチルモンドの市長ルーバーマスターデストレモンド1919の中で1918年のドイツによる ベルギー占領を批判的に書いたが、これでドイツ軍は私のことを旧敵とみなすようになった。私がもし彼らに捕らえられたら即座に射殺されたかもしれないと語っている。また、ドイツとその同盟国であった日本には決して判権を渡さないよう遺言で書き記している。戦後ニースへ戻り、同地で死去。国際ペンクラブ第四代会長。 在任1947年から1949年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。